皆さん、おはこんばんにちは。解説役の白霊霊夢よ。同じくおはこんばんにちはです。聞き役のこちやさないです。今回のソシャゲ実況は、東方ロストワードの実況会になります。今回はホーム画面と転生システム、霊夢さんのスペルカード&ラストワードの紹介会ですよね。そうよ。あと、過去イベントでのストーリー動画も紹介するわね。それでは、これからトウロワの実況を始めるわね。ゆっくりしていってね。それでは、ホーム画面のカスタム機能を紹介するわね。トウロワのホーム画面は、最大6人までのキャラを、ホーム画面に移動するごとに、表示させることができるわ。へえ、そんなことができるようになったのですねー。そうよ。それで、その設定は、ホーム上のこのアイコンを押して、カスタム画面を表示、表示したいキャラと再生したい BGM を、選択することができるわ。ちなみに、着せた衣装もここで選ぶことが、できますよー。なお、ホーム用 BGM は、イベントやキャンペーン開催時に、入手できるわ。続けて、転生システムを紹介しますね。さて、ここでは転生システムを紹介するわね。転生システムは、キャラ&スキルレベル、ステータスともすべてカンストした状態で、転生強戦枚を消費することで、キャラレベル、ステータスをレベル1にリセットして、転生レベル100を目指すシステムよ。なるほど、転生を、再度レベルアップしていき、さらに強いキャラにするのですね。その通りよ。それと、新しい衣装も解放され、アイテム消費で入手できるようになるわ。それと、衣装入手時のストーリー動画も、解放されるので、一見の価値がありますよ。その動画は、こちらになります。以上が、霊夢さんの入手動画ですよー。それと、今現在の転生対象キャラだけど、私の他に、マリサ、アリス、パチェリー、ユカリ、サナエになります。あと、転生鏡の入手は、専用探索での入手になります。とはいうものの、キャラ一人、1日3回までしか探索できず、集める枚数も、1000枚ですから、簡単には転生できないんですよねー。まあ、今のところは、気長に集めるしかないでしょうねー。次は、私、白霊霊夢のスペルカード、ラストワードを紹介するわよ。私が使うスペルカード、ラストワードは、スペルカードが、霊夢、無双封印と、夢符、風魔人で、ラストワードが、無双転生になるわ。それから、装備している絵札は、無双封印が、空を飛ぶ不思議な巫女で、風魔人が、風氷のいるところ、無双転生が、奇妙な縁日になります。あと、探索時の発動エフェクトだけど。これが空を飛ぶという力の本当の意味。あなたは
以上の通りになるわ。何はともあれ、霊夢さんのスペルカード、ラストワードは、そこそこの、ダメージを出せるので、編成次第では高レベル探索が、可能になりますね。ここからは、過去に開催されたイベント、元売り子鈴の事件簿を解説します。なお、この探索イベントは、すでに終了しているので、今現在はプレイできません。まあ、他のソシャゲのような、過去イベントの復刻開催の、実装を待つしかないわね。さて、物語はプレイヤーが貸本を返却しに、鈴ナーンを訪れたところから始まるわ。霊夢さんも、本を読むことがあるのですね。あうち。ここで、いつも通りの鈴ナーンに、阿久が血相を変えて、駆け込んでくるわ。あいたたた。の大事な本って？結論から言うと、幻想郷演技の元になる資料集よ。それって、幻想郷に住む、すべての人用の弱点を書き留めたという。ええ、そうよ。悪用されたら、一気に幻想郷のバランスが崩れるわね。その割には、阿久さんと小鈴さんとの、話が噛み合っていないような。気にしたら負けよ。自分の世界から戻ってきた。よりにもよって、マリサさんに、ですか？おいこら、どういう意味だぜ。
側幻想郷ですねー。感心するところが違うでしょうが。まあ、マリサらしいヘリクツね。やかましいんだぜ。きっちりとアリスさんとパチェリーさんを巻き込んだ、マリサさんのドヤ顔です。事件は、もう手詰まり状態ですかねー。そうね、異変クラスの騒動を起こしておきながら、ね。ですよねー、私をすまきにしてまで、ですもねー。どうやら、阿久には犯人が分かったみたいね。へぇ、誰で？
すずは普段から忙しい子だしねー。本当の泥棒は、俺だけどね。霊夢、てめえ。さすがは小鈴さん。珍しい本には目がない、ですね。隙間妖怪のせいで、頭痛の種が。小鈴さん。未練たらたら。むしろ、迷惑探偵だったけどね。あら、霊夢も結構いいわね。そうね、座布団一枚かしらね。
すべてが終わった後に駆けつけてくる人って、必ずいますよねー。まあ、お約束ってやつよ。探索イベント、元売り子鈴の事件簿の解説は以上よ。この後、次回予告になります。今回その11、東方ロストワードの実況は以上よ。次回その12は、プリンセスコネクトリダイブの実況を予定していますよ。そうね、トーロワと同じように、プリコネ R もレアリティアップによるキャラ成長が、楽しめるソシャゲだから。実況するネタに困らないのよねー。ですよねー。それにプリコネ R にはキャラ専用のストーリーもありますしねー。まあその分ネタバレ動画にもなりやすいんだけどね。それは言わない約束で。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。